チャンピオンの公開スパーだというから来てみれば。世界チャンピオン相手に遠慮もないし。ああ、おい、調子悪いじゃないか。調整ミスや三味線弾いてるという類のものではない。なんじゃ。終わりにしたから六本木行こう。部屋で一汗かいた後でね。血だるまにするのに10秒程度。女が来るのを待っとったというわけか。調子はどうですか。最悪じゃ。明らかに減量による衰弱だ。試合当日になりゃ絶対決めてくれるぜ。そう思います。公開スパーで明暗くっきり。予想は奈良さんで不利。あと2キロがどうしても落ちん。そのサイン読み取る方の身にもなってみろ。試合間際だというのに公然と女と遊び回る。分かっとる。しかし悔しい。わしは悔しいんじゃ。あの野郎。選手に励まされるとは。初めての世界戦でどうかしとるわ。どうでもいいが。リミットいっぱい。高村選手、計量 OK です。このはしゃぎをよほどの減量だったんだろうな。失礼だな。まるでミイラじゃないか。高丸君が死に物狂いで作った体を。分かってるよ、ジジイ。計量パスしたってよ。やった。記者会見場ここだぞ。何かあったら頼むぞ。何かって。それでは質問に移ります。挑戦者はどういう試合になると思っていますか。とりあえず判定はない。挑発し返すと思ったんだが、いい傾向だぜ。人間星椎茸状態だったから、すぐ戻るんだよ。チャンピオン、あなたにとって初防衛戦が敵地の日本。不安がある。つまり怖がっていると思われますが。ベルトはアメリカに持って帰ると確約します。挑戦者がデビュー戦以来、16連続 KO ということはご存知のはず。多少の不安があっても、何ら不思議はないと思われますが。君が本当に知りたいのはそんなことではないだろう。いつでも戸を叩きたまえ。私の全てをお教えし。それでは記者会見を終わらせていただきます。ファイティングポーズで元を寄ってください。二人とも元を寄って。拳は顎の下に。このガキ。あっちを止めやがれ。散々わしのボクサーを愚弄しよって。会長、なんてこと。くそが。高村さんだ。高村さんを抑えろ。足がすくって動けない。ダメだ。怖がったって。この腰の毛を笑わせるな。試合が決まるとよ、血がたぎっちまうんだよ。公然と人を殴り殺してもいいんだぜ。だいたい貧弱な日本人風情が俺に勝てるわけねえだろ。この国に俺の種をまいてやる。20年後日本が世界チャンピオンなだけだぜ。明日の試合が終われば欲しくなるさ、俺の遺伝子をね。あんな嫌な人間見たことないぜ。もう主催なんてどうでもいい。日本中がお前を応援するぞ。頼むからあいつに勝ってくれ。もう辛抱しなくていいんだよな。リングの上では生きてアメリカ返すな。あんなやつ許すんじゃねえぞ。やばい雰囲気だぜ。頭に来るのは当然だ。足出しても戻ってくんだろうからよ。なんでだ、なんでだ。今日お前影が薄いから。みんな世界戦しか眼中にねえから。梅沢君。あれ、売店の売り子やってくれてんのか。昨日の会見でマスコミがこぞって報道したから。あ、グッズなんかどうでもいいっすよ。勝って初めて成功でしょうが。高村さんの世界戦で大騒ぎだけど、僕は僕で。シッ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 、うるせえな。うちにいても操作しちまってよ。なんせ俺様が世界チャンピオンになる日だからね。悪くないです。世界戦当日だってのに、さすがだな。なあ一方。ん？どっちが勝つと思う？好き勝手演説こいて俺の顎跳ね上げたのはまだいいが。よくこらえてくれたと感心しました。ところがかえって冷静になっちまった。ベルト持ってるわけがよくわかった。それで一番乗りだったんだ。K
喧嘩腰でリングに向かうと思ってたの。強いチャンピオン、散々の挑発。僕は約束しますから、高村さんも約束してください。絶対世界チャンピオンになってください。さっき記者にチラッと聞いたけど、強えんだろお前の相手。ちゅうか判定でもとにかく勝つというか、1ラウンドって言ったじゃん。俺様の上がるリングをしらけさせたら承知ねえぞ。あれ逆に励まされてしまった。韓国の強豪イ・ヨンスーを迎え、3度目の日本タイトル防衛戦。先輩のために乗り上げる。めちゃくちゃテンション高いよ。貴様は相手に合わせるタイプではない。自分のスタイルを貫き通せ。思いっきりやるだけだ。とにかく初めから得意なことをするんだ。素早い立ち上がり、強豪と噂されるイ・ヨンスーの実力は。拳が硬い。急所にもらったらまずい。よほどパンチに自信があるんじゃろう。当たった者勝ちの打ち合いを仕掛けてきた。得意なこと、得意な電波シーローだ。下から巻き込むような左フックと、右が右を振り上げて待っていた。まずい。狙い撃ち、右を打ち下ろす。幕の内の右が当たった。止まらない。胃の顔面が左右へと弾け続ける。反撃はない。下から巻き込むような左フック。自分のスタイルを貫くんだ。狙い撃ち、幕の内の右が当たった。止まらない。前段渾身幕の内、イオンスの反撃は試合終了。やった一服。ヤクさん、会長、得意なことってあれしか思いつかなかったから。バカ者、最初のフックが相手の顎をかすめ瞬間的に足に来た。まあまあ会長。この勢いで高村も続け。1ラウンドで KO して勝ってきます。うわ、あれ、ずいぶん賑やかだな。こんだけの面々が集まるとは、さすが高村さんやね。おう幕の内、1ラウンド KO とはやるやんけ。2度もやられてるくせに。ありがとう。静かにしろよ。新聞見ただによ。さすがだ人間ちゃん。なんで国技館選んだんだよ。けどわしなら勝ってただに。ガセ。こうしてだに、楽勝だっただに。面と向かって言えねえから、後でお前から伝えてくれ。何こそこそ話してんだよ。さては愛し合ってるな、てめえら。全員バカにされた気分なんだよ。腹に据えかねている。世界を見渡しても今あいつと渡り合えるのはお前しかいない。勝ってくれ高村、ブライアンホークに。流しとけ。大げさなんだよ。ゾロゾロ集まりやがって。どうしたよ。いやすげえ顔ぶれ集まったはずだから。確かに、ああしてガン首並べて頼まれちまうと余計な力入っちまう。こうして見慣れた面見てるとよ。時間まで集中力を高めとけ。おう。あんな奴わけに、思う存分暴れてくださいよ。俺は何の心配もしてませんから。うん、自分を信じるだに、なせばなるだによ。おう。あのですね、約束だったっけな。俺様が約束破ると思うか。見てろよ、俺様の戦いを。試合が終わったら高村さんが世界チャンピオンだって信じてますから。ライアン方向地、ボクサーとして持ってもらった資質は、努力したものが全て報われるとは限らん。しかしここにおるもの全ては貴様の努力を目撃し確認しておる。ご来場の皆様、まもなくメインイベント。さすが元ちゃんだに、胸に染みる言葉だっただに。それほど追い詰められた試合なんじゃ。俺様が世界チャンピオンになるのは当たり前のことなのに、俺様がボクシングやってることに感謝しろよ。木村と青木は弱くて傑作だったぜ。信じらんねえな。楽しいじゃねえかバカ野郎。こんな時なのに吹き出しちまうぜ。感謝してるよ、てめえらに。見せてやるぜ、俺流の恩返しってやつを。ただいまより選手入場です。日本の記録を塗り替え、パーフェクトレコードを引っ提げ
分かりやすい形で我々に見せてきたボクサーは来るだね。心臓破裂しそうっすよ。このシルエットは世界という獲物を狩りに力強く両翼を広げる高村。今青コーナーに鷹が舞い降りた。世界戦のリングに立った。これが世界戦のリングか。高村が会場に向かって拳を振り上げる。再び飛び交うレーザー光線、その色はレッド。 WBC 世界ジュニアミドル級チャンピオン、本場ラスベガス仕込みの豪華絢爛な入場。溜まっていたものが吹き出したかのごとき罵声の嵐。赤コーナーに世界の鷹が降臨。 WBC 世界ジュニアミドル級タイトルマッチを行います。緊張感もすごいけど記者会見の例があるからな。まもなく試合開始ですよ。何もないですよ。 WBC 世界ジュニアミドル級チャンピオン。コスチュームの下に高村 T シャツ着てやがる。破いた。なんというパフォーマンス。やってくれるぜ。とことん腐ってやる。きっとものすごい決意で試合に臨んでいるのよ。なんて威圧感だ。信じられねえ。そんなことあるもんか。そんなこと。 WBC 世界ジュニアミドル級1位。会場の皆様、恐縮ではありますが、世界戦通なこういう間が余計に緊張感盛り上げるよな。どんな挑発をしてくるかわからんぞ。おう、目つぶってら。全ては試合が始まってからだ。全部倍にして返してやる。コーナーに戻って。ストップ。いつでも臨戦態勢の両者、対角線上のコーナーで。分かってるよ。俺は十分落ち着いてるぜ。